らの白い色は恋人の色。ロングデーの皆さんです。よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました。ザ・ロングデーと申します。しばらくの間お付き合いください。今日 の、 あのドレスコードはプロ野球ということで、地味な洋服で申し訳ないですけど、頑張って一生懸命やってください。応援してください。ツインボーカル、日本のギターアコースティックサウンド、古きアメリカンポップスや日本のフォークソングを華やかなハーモニーとともにお送りいたします。皆さんご一緒にお付き合いください。今日のサンフリーズそのまま読んでますよね。パンフレットその通りです。パンフレットちょっと別人のような感じを、ちょっと一生懸命練習してきたんです。偽りがある、本人であることには間違いないです、はい、本人確認は大丈夫です。お子様はいなくなっちゃった。あ、そうですね。でもまあお子様、若い方もいらっしゃいますということで、これはまあ名曲ということで、お子様向けの歌なんですけど、曲なんですけども、アンパンマンの街、
バリバリの大人向けの歌詞は大人向けですよね。そうですよね、はい、曲順番変えるわけでもないですね。そのままいっちゃいますね。はい、じゃあ本番まいりましょう。一緒にどうぞ。そちらをね、ジャイアンツの、うんうん、これをビジターだからですね、あの甲子園に乗り込んだりする時の、格好なんですけどね。今年も巨人と阪神が両方強いから楽しみですよね。なんと今日のこのコスチュームは、はい、モロミルキープロデュースで全部モロちゃんのですソフトバンクはやっぱ日本で一番強いということでね。で何かしらその上がないからリーダーはやっぱりジャパンで、オールジャパンでもリーダーですけども、はい、オールジャパン、はい、誰も拍手くれなかったです、はい、行きましょう、はい、背中を見てみた方がいいです。背中のトラをトラはトラはそうですよね。みんなじゃあ次はフォークソングで、フォークソングですか。
の二人だった。あなたとならどこまでも行けるつもりでいたのに、突然の嵐みたいに音を立てて吸い連れてく。涙が出ないのはなぜ、教えてほしいんだけさ。あなたから目が離せない。二人して聞く笑いになると、ひだまりの中で抱かれ、いつしか時の連れ連れお見えになりましたけども。次の曲は、じゃあ皆さんで一緒に行きましょう。
7つの子一緒に歌いましょう。はい、まあ、じゃあ7つの子いきましてよろしいでしょうか。あ、なんかちょっとこの時期なのでみんなで歌うじゃなくて、あの拍手か何かで、あのちょっと心の中で、すいませんでした、ごめんなさい。そうですよね、そうですよ、そうですよ、ここにこれがあるから、はい、心の中で、ね、口ずさんでいただいて、じゃあ心の中で皆さんで一緒に歌いましょう。7つの子です。心の中で、
鳴ってたの何ですか？なんか全然ギターの音が聞こえなかった。あ、そういうことか。私がうるさいのか。一人旅してた。耳を塞いでた。最後の曲ですか？あ、そうですか。すみません。じゃあ次は1963年いきます。それでは行ってみよう。昭和の名曲、恋のバカンスだ。ピーナッツ。いただいてなんぼのバンドでございます。今日は声は出せませんけど、心の中で一緒に歌いましょう。いきます。
激しく燃えるバッピルビルバッランアウェイランアウェイとても好きさランアウェイつぶれてランアウェイ言ってあげるよああ二人だけの想い世界へお前を抱いてランアウェI'm gonna make you mine.
ね、優勝した年 の、 あの、すごい、ね、ハッピーなんだと思います。次行きましょうか。はい、次行きます。また優勝しますよ。はい、どんどん行きましょう。阪神の自慢話があれば、はい、行きましょう。はい、佐藤輝明すごいです。そうですね。矢野監督もすごい。話が終わりません。はい、じゃあオリンピック去年かなやるっていうことで、僕らもじゃあオリンピックの歌を、応援の歌をって去年から歌ってます。おかげで2年も一緒にやれることができて非常に嬉しいです。虹と雪のバラード。札幌ではサッカーやるんですね、ま、マラソンとサッカーね、ちょっと野球じゃないですけど。ではトワイモアさんの曲です。地平を歩み
美容師殿の着ているのが日ハムだの北海道は札幌っていうことでもありますね。札幌ドームですね。本人は生まれは九州だって。じゃあソフトバンク。嫌がっております。あでもラベンダーがいいってね、リーダーがこれ今日選んだんですよね。それ着るのね。で、あ業務連絡。趣味は朝礼。じゃあ、次の曲はですね。おザ・フォークというそういう感じの曲ですね。ザ・フォーク、ザ・フォーク、ささやかなこの人生、モロちゃんお願いします。冷たくされるように誰にも心の片隅に見せたくないものあるよね。これまた読んでるから。いやここのすごい下りがいいと思いません？ねえ、もう桜が蒸しされてるんだね。はい、次行きましょうか。いやいや、それ重要なことですから。次の曲はですね、ちょっとあまりのメジャーなんで
皆さん一緒に。なんだろう、イントロどうして？昭和46年、1971年、赤い鳥の、はい、心の中でご一緒にどうぞ。翼をください。
歌わせてしまうんですね。北山治さんの作曲、加藤和彦さんの曲、あの素晴らしい愛をもう一度。すんだね、この後ろ。昭和
素晴らしい君のオーディションの姿、僕の胸に青いロンカンバー君、僕が叫びたい懐しい君の写真、その名前世界中のみロンカンバー君、そのまま消えずに夢でも One for the money, two for the show, three let's get in a go, can't go without you, step on my boots with you, you can do anything, get on my boots with you.